ギレルモレーノ・オソモタは、ドミニカ共和国産、ペドロデマコリス州サンペドロデマコリス出身の、元プロ野球選手。1990年9月7日、ドラフト外で、ニューヨーク・メッツと契約し、プロ入り。ドミニカ共和国で2年間プレーした後、サンルイッシュとして1993年に、ルーキーリーグの GCL メッツに配属された。43試合に出場し打率。 249.1本塁が1盗塁、守備率934だった。1994年シーズンは、ルーキーリーグのアパラチアンリーグのキングスポートメッツで1年の大半を過ごし、A 級フロリダステートリーグのセントルーシーメッツでは1試合4打数無安打だった。メッツでは245打数で78三振、打率245を記録した。 1995年は遊撃手にコンバートされて A 級サウスアトランティックリーグのキャピタルシティボンバーズに配属された。ボンバーツではショートで40失策を騎し400打数で127三振打率243だった。1996年はセントルーシーメッツに戻され21失策を騎し304打数で93三振打率。 234だった。1996年シーズン後、ルール5ドラフトで、モントリオールエクスポズに移籍した。1997年は当初に、コンバートされて、A 級サウス、アトランティックリーグのケープフィアークロックスに配属された。25登板で126回で5勝10敗で、防御率4.36112奪三振も記録した。百九十八年は、 ブルペンにコンバートされ A 級フローリダステートリーグのジュピターハンマーヘッツで開幕を迎えた。20登板で3勝2敗、防御率0.662セーブを記録し、シーズン中に A 級イースタンリーグのハリスバーグセネターズに昇格した。セネターズでは12登板で2勝0敗、防御率1.064セーブだった。1999年は、 トリプル A 級インターナショナルリーグのオタワリンクスで開幕を迎えた。リンクスでは14投板で2勝0敗、防御率1.895セーブだった。5月2日に4投板したものの成績不振のためにリンクスに降格したシェイン・ベネットに代わってメジャーに昇格した。同日のセントルイス・カージナルス戦でメジャー初投板を果たし無失点に抑え、試合にも8から7で勝利した。 5月11日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で2回と2、3回を投げ、10回にルイス・ゴンザレスにサヨナラホームランを打たれ、4から3で負けがついてしまった。6月1日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で3回を無失点に抑え、チームも10から8でメジャー初勝利を挙げた。6月9日のボストン・レッドソックス戦でマークが3からメジャー初打席初本塁打となる。 スリーランホームランを放ち、チームも13から1で対象した。8月29日のシンシナティレッツ戦で1回1、失点でチームは8から6で勝利した。この勝利は8月のエキスポズの18勝目となり、エキスポズの月勝利数の記録更新ともなった。この年は32登板までは、防御率1.49を残していたが、その後の6登板で、 防御率は15.002まで達したためシーズン、途中で防御率は3.240まで上がってしまった。けれども、最終12投板の防御率は1.38と、好成績を残しシーズン防御率は2.93となり、51投板で2勝4敗でシーズンを終えた。2000年シーズンは、トリプル A 級リンクスで開幕を迎えた。しかしながら、 5月20日のヒューストンアストロズ戦の前にメジャーに昇格し、1回1失点でチームは8から7で勝利した。6月11日のトロントブルージェイズ戦で1、3回を投げ2失点を喫し、8から3で敗北し、自身が負け投手となってしまった。6月17日に12試合で防御率12.60だったためにトリプル A 級リンクスへ降格した。 6月の終盤に再びメジャーに昇格を果たすものの、7月1日に登板しただけでトリプル A 級リンクスへ降格した。しかしながら、7月19日にトニー・アーマス・ジュニアが故障者リストに入ったため、再びメジャーに昇格した。7月27日にイラブ・ヒデキが故障者リストから復帰したため、マイナーに降格したがすぐにメジャーに戻った。しかしながら、 1登板後にまたマイナーに降格してからは、9月まではメジャーに昇格することができなかった。この時点で17登板で防御率9.98だった。9月11日のフィラデルフィアフィリーズ戦となったダブルヘッダーの2試合目で1、3回を投げチームは7から6で勝利し、この年唯一となる勝利を挙げた。終盤12登板では防御率1.84を記録したが、 シーズン通してでは29登板で防御率6.00で1勝1敗だった。トリプル AQ リンクスでは35登板で防御率2.29で4勝5敗で7セーブを残した。2001年は初めてスプリングトレーニングからメジャーに帯同することができた。5月12日に20登板目となる登板で防御率は1.59だった。しかしながら、 その後の6投板で8失点を許したため、防御率は4.002まで跳ね上がってしまった。その後の12投板では、防御率2.08を残す。6月17日のブルージェイズ戦で、1回無失点で、チームは4から1で勝利し、この年初めての勝利を挙げた。次の試合となる6月19日のニューヨークメッツ戦では、一つもアウトを取ることができず3失点を喫し、 チームも1から4で敗れて敗戦投手となってしまった。しかしながら、その安定感を見せた12試合の後は4試合でも、失点を許すなどして、防御率は4.29まで上昇した。7月13日に、右肩腱炎で初めてメジャーの故障者リストに入った。9月の初めには復帰したが、終盤11試合で防御率10.57で2敗を記録してしまった。 この年は53登板で1勝3敗を記録した。2002年もスプリングトレーニングからメジャーに帯同していたが、3月23日にマット・ハージェスト、アシュのホルヘヌニエストのトレードで、ウィルキンルアンと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースのスプリングトレーニングには、残れず、シーズンの開幕を、トリプル A 級、パシフィック・コーストリーグのラスベガス・フィフティワンズで迎えた。 4月20日にケビン・ブラウンが故障者リスト入りしたためメジャーに昇格した。2登板した後にブラウンが故障者リストから外れたため4月30日にトリプル a 級フィフティィテワンズに降格した。5月17日にメジャー2度目の昇格となった。7月14日の22登板目までで防御率2.43を記録した。 6月3日のコロラドロッキーズ戦で1回無失点で投げ切ってチームは11から5で勝利し自身もドジャースでの初勝利を挙げた。しかしながらその後7登板で防御率13.50で負けも一つ記録したためトリプル A 級フィフティワンズに降格した。8月26日にケビン・バーンがマイナーに降格するまでメジャーに戻ることはなかった。 同日のダイヤモンドバックス戦で10回から3回を投げたが12回に3失点をしてしまい敗戦投手となった。9月13日のロッキーズ戦では7回に3失点を許し再び負け投手となってしまった。終盤14投板で防御率3.92でシーズン通してでは43投板で防御率4.15で1勝3敗だった。トリプル A 級 フフィィテワンズでは20登板で防御率2.95で1勝3敗だった。2003年はスプリングトレーニングからメジャーに帯同することができた。5月1日から27日にかけて15回とに3回を無失点に抑え続けた。5月23日のミルウォーキーブルワーズ戦で3回を無失点に抑えてチームも6から4で勝利し自身も メジャー初セーブを記録した。使った理由としては監督のジムトレーシーに、クローザーであるエリックが2への休養を取らせたかった、思惑があったことが原因にある。5月29日のロッキーズ戦で3回で6、脱三振だったがチームは5から12で敗戦した。6月11日から6月17日にかけて、19回と2、3回を投げて、無失点に抑える高騰を続けた。 7月13日のロッキーズ戦で通算2号目となる本塁打をジ上ローアから放ちチームも9から3で勝利した。8月は21登板で防御率0.44で2勝0敗を記録した。シーズンでは76登板で防御率1.97で6勝3敗を記録し、ドジャースのリリーフとして最高となる1985年のトムニエデンファーが記録した1 6回と1。 3回に次ぐ105回を投げた。ナショナルリーグではリリーフとしての105回はこの年の最高記録で、アメリカンリーグも合わせるとスティーブ・スパークスの107回が最高記録だった。モタ、ガニエ、トム・マーティン、ポールク・クアントリルらがいずれも少なくとも76登板を記録する事態となった。必出類率20。205はナショナルリーグのリリーフの中で10位にランクインし、 左打者のみに限定すると、181と4位にランクインすることになる。2004年は、クアントリルが FA となったため、ガニエにつなぐセットアッパーとして起用されることになった。シーズン初めの8試合では無失点を記録した。6月27日から7月16日にかけて、10試合で失点を許さない投球を続けた。 6月29日のサンフランシスコジャイアンツ戦で2回を無失点に抑えチームも2から1で勝利しキャリアハイとなる5連勝を記録した7月3日のアナハイムエンゼルス戦で2回を無失点に抑え勝ち投手となったその試合はガニエの84試合連続セーブの記録最後の試合でもあった7月30日のトレード期限前時点で52登板で防御率2.14だった 同日、サイヒロシワタルとブラッドペニーとビルマーフィートのトレードで、フアンエンカーナシオンとポールロデューカと共に、フロリダ・マーリンズに移籍した。マーリンズ入団時にクローザーであるアーマンド・ベニテスが、怪我で離脱していたため、クローザーに名乗りを上げた。2004年8月5日のダイヤモンドバックス戦で8回から登板し、無失点に抑え、チームも7から5で勝利し、マーリンズで初セーブを上げた。 しかしながら、ベニテスが復帰してからは、セットアッパーに戻り、戻った後は1セーブしか上げることはなかった。マーリンズでは26登板で、防御率4.81で、最終2試合で7失点を喫したため防御率は3.07まで上がった。シーズン通して78登板で、防御率3.07で9勝8敗だった。ナショナルリーグで、リリーフとしての9勝は、 ライアン・マドソンに次いで2位で96回と2、3回は1位だった。必失類率はナショナルリーグのリリーフの中では5位だった。2005年はベニテスが FA となったため、スプリングトレーニングからクローザー候補だった。しかし4月22日の新シシナティレッツ戦の4から2で勝利した試合までセーブを上げられなかった。次のレッツ戦でも2セーブ目を上げた。 しかしながら4月24日に右ヒーちの炎症が発覚し5月1日に故障者リストに入った。5月27日に復帰したが、クローザーにはトッド・ジョーンズが配置されていたため中継ぎに戻った。復帰してからの11当番では防御率1.69を記録するが、その後の7当番で12失点を喫し防御率は7.27まで上がってしまった。 6月24日のタンパベイデビルレーズの試合では7から4で勝利投手となった。8月30日のカージナルス戦で2回1失点で7から6で勝利し2勝目を挙げた。後半38登板では防御率3.81を記録し、シーズンでは56登板で防御率4.70で2勝2敗だった。11月24日に ヘスス・デルガドとハービー・ガルシアと、ハンディ・ラミレスとアニーバル・サンチェスとのトレードで、ジョシュ・ベケットとマイク・ローウェルと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。2006年1月27日にココ・クリスプと、デビット・リスキーとジョシュ・バードとのトレードで、アンディ・マルテとケリー・ショッパックと後日発表選手と共に、クリーブランド・インディアンスへ移籍したために、レッドソックスでプレーすることはなかった。 またこのトレードは少し延期してしまい、その原因はモタが身体検査で異常が発見されたためで、そのためインディアンスはスプリングトレーニング前にコンディショニングプログラムをモタに受けさせた。しかしながらクローザーのボブ・ウィックマンにつなぐセットアッパーとして期待された。7登番目までは無失点に抑える高騰を続けた。しかしながら、 その後は不調で5月にはラファエル・ベタンコートにセットアッパーの座を奪われてしまった。その後の27登板では防御率7.89を記録し必出類率も314だった。8月11日に34登板で防御率6.21で1勝3敗の成績を残したもののィーフとなった。8月20日に後日発表選手とのトレードで金銭と共に ニューヨークメッツへ移籍した。このトレードでアメリカンリーグから再びナショナルリーグに戻ることとなった。ニューヨークメッツ時代2006年9月1日のアストロズ戦で1回無失点に抑え8から7で勝利投手となった。9月12日のマーリンズ戦でも1回無失点に抑え6から4で勝利投手となった。メッツでは 18登板で防御率1.00で19奪三振を記録し3勝0敗でシーズンでは52登板で防御率4.53で4勝3敗だった。またナショナルリーグ中地区をメッツが地区優勝したためプレーオフにも初出場を果たした。2006年のナショナルリーグディビジョンシリーズの1試合目ではドジャースとの対戦となり、 二回を投げ四から一でリードしてる状況だったが三失点してしまい同点としてしまうが直後に味方の援護もあり勝ち投手となった三試合目では二回無失点に抑え九から五とチームの勝利を助けた2006年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでは七試合中五試合に登板した二試合目では二失点してしまいチームの負けに繋がってしまったが 他の試合では無失点に抑えた。10月30日に FA となった。11月1日に禁止薬物に陽性反応を示し、2007年の最初の50試合の出場停止処分となった。しかしながら、11月7日にメッツと2年500万ドルで再契約した。マイナーで2週間を過ごした後、5月30日にメジャーに昇格した。 最初16投板は防御率7.71と調子が悪かった。その後15投板では防御率1.89と高騰した。15投板中となる8月3日のシカゴカブス戦で1回無失点で6から2で勝利投手となった。終盤21試合では防御率7.48と再び不振に陥った。八月十八日のフィリーズ戦では十回に ライアン・ハワードにサヨナラホームランを打たれて敗戦投手となった。9月12日のアトランタ・ブレーブス戦では8回にに失点をしてしまうものの、ショーン・グリーンの勝ち越しタイムリーもあり4から3で勝利投手となった。9月16日のフィリーズ戦では3失点を喫し、6から10で敗戦投手となり、メッツの地区優勝が立たれてしまった。シーズンでは52登板で、 防御率5.76で2勝2敗だった。11月20日に、ジョニー・エストラーダとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズに移籍した。2008年シーズンは、初め15投板で、防御率2.20だった。5月11日に、ブルワーズの監督のネット・ヨストアガニエを、クローザーから外し、他の投手を、セーブ機械に使うことを決めた。翌日のカージナルス戦で、 8から3で勝利し2005年以来となるセーブを挙げた。しかしながら、クローザーにはサロモン・トーレスが配置されたため、セーブはこのシーズン一つだけしか記録しなかった。セーブ後から、オールスター休みの19投板では、防御率9.00と調子が悪く、シーズン防御率も5.77と上がってしまった。しかしながら、オールスター明けの最終24投板では、 防御率1.59を記録した。8月24日のパイレーツ戦では、虫満塁から投板したものの無失点に抑え、その後、JJ ハーディが、サヨナラタイムリーを放ち勝利投手となった。シーズンでは58投板で、防御率4.11で5勝6敗で、ブルワーズも26年ぶりのプレーオフに、進出することができた。2008年のナショナルリーグディビジョンシリーズの初戦の、 フィリーズ戦では、1、3回を投げ、無失点に抑えたが1から3で敗戦した。4試合目では、1回と1、3回を投げたが、パッドバレルに本塁打を打たれ、チームも2から6で敗戦した。11月3日に FA となった。ロサンゼルスドジャース時代2009年1月13日に、ドジャースと単年契約を結んだ。復帰後15登板は、 防御率9.00と悪いスタートを切ってしまった。しかしながら、その後の29登板では、防御率0.26を記録し、シーズン防御率も2.92まで下がった。6月24日から7月29日にかけて、17登板で20回と1、3回を投げ、無失点に抑えた。しかしながら、その後13登板で、防御率4.97と悪化した。 8月4日のブルワーズ戦では、クリス・スミスが、マニーラ・ミレスに支給を与えた報復として、ラッセル・マーティンが支給を要求し、プリンス・フィルダーに支給を与え退場した。試合後、フィルダーが、ドジャースのクラブハウスまでモタを殴り込みに来たが、ブルワーズのチームメートが何とか制止させた。モタもフィルダーも一連の行動により、MLB 機構から罰金を課された。8月31日に、 ロニー・ベリアードのロースター枠を開けることと内反沈めで故障者リストに入った。9月14日に最初を隠した。しかしながら最終4投板で防御率5.40を記録したため、ドジャースのプレイオフのロースターから外れた。シーズンでは2004年以来となる防御率3.44と量化を見せ3勝4敗だった。11月6日に FA となった。 2010年2月2日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待され、初めて、ノンロースターとして参加した。4月4日に、ジャイアンツのブルペンの4番手としてメジャーに昇格した。序盤9等番目まで連続無失点に抑え、スタートダッシュに成功した。5月5日のマーリンズ戦で、9から6で勝利し2010年唯一のセーブを挙げた。 5月にはセットアッパーとして起用されたが、6月10日から13日の3投板で5失点、1敗戦と散々な結果に終わったため、起用は戻された。シーズン序盤の23投板では防御率1.27だったが、後半28投板では防御率7.48だったため、シーズンの防御率は4.78だった。7月4日のロッキーズ戦では、 1>, 1回と1、3回を投げ後し球を与え、15回にトッド・ヘルトンにサヨナラ犠牲フライを打たれ、敗戦投手となった。8月23日にコディロスのロースターを開けることと、超スネ人体症候群で故障者リストに入った。9月6日にメジャーに復帰した。最終後投板では失点を許さずシーズンを終え、シーズンでは56投板で、 防御率4.33で1勝3敗で、ナショナルリーグ東地区をジャイアンツが制覇し、プレーオフのロースターにも残った。しかしながら、2010年のワールドシリーズの2戦目まで起用されなかったが、2戦目のテキサスレンジャーズ戦では9回を無失点に抑え、9から0で勝利した。3試合目でも1回と1、3回を無失点に抑えたが、チームは2から4で敗戦した。 しかしながら、ジャイアンツは、ワールドシリーズ優勝を決め、モタ自身も初めて、ワールドシリーズ優勝を味わった。シリーズ後、FA となった。11月19日に再び、ジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待された。2011年3月30日に、ブルペンの残り1枠の争いに勝利した。4月16日のダイヤモンドバックス戦で、 先発のバリージトが怪我で2回で降板したため、自身最高となる4回と1、3回を投げ1、失点で5から3で勝利投手となった。2012年5月7日、筋肉増強効果のある、禁止薬物に陽性反応を示したとして100試合の出場停止処分を受けた。オフの10月29日に FA となった。2014年1月16日に、 カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだが3月2日に現役引退を発表した。時速150キロメートル中盤のフォーシームとサークルチェンジが武器の投手。しかし玉筋がまっすぐの棒玉になりやすく一度打たれ出すと止まらない傾向がある。ありがとうございます。